生態系を荒らすわよ。構造どうなってんだ。確かにキモい。日本にいることが信じられないわ。地球外生物の間違えちゃうか。鹿の完成度って高いんやな。なんでこんな奴持ち込まれたんだ。え、純愛。東京でもたまにある。尻尾に毛があれば嫌がられないのに。もしかしてゴキブリは寝てる間に口に入ってくる手がちなん。病気不可避やろ。そうはならんやろ。ホームレスみたいな姿勢。なんやこのおっさん猫。ワンカップに合う猫やな。申し訳程度の抗議。あんまり怒ってなさそうで笑う。まんまに踏み寄ったこいつみたいな声。大阪のスパワールドの出口のあたりにこういうおっさんいたわ。ワイより賢いかも。普通ポケットにサバ入れてくよね。これは可愛いな。ワイの給料少し上げたい。ワイも落としたスマホ拾ってあげるだけで喜ばれる人生歩みたかったわ。ワイくんは可愛くないからな。こいつはこんなにのんきなのにな。なんかこいつ違くね。かじりに行っとるやん。爪の殺意高すぎるやろ。犬にうざがらみされとるやん。改めて見ると熊の足の太さがすごい。見た目だけなら犬よりかわよ。可愛いのになぜか緊張感が勝る動画。爪切ればと思ったが最後口開けた時の歯も狂気やったわ。古代犬。何千年生きとんのや。ぶちゃいく。コロコロしてて可愛い。すんごいアホそう。絶対懐かなそう。こいつやぶ犬って言うんか。名前も適当でええな。熊というかタヌキというか。犬かこそ思考。そらビビる。弱い犬ほどよく吠えるとはよく言ったもんや。サイさんが優しい人でよかったな。外でのんきに腹出して寝てる犬にも火はあるやろ。サイの皮膚って鎧みたいですげえな。いっぺんやり合ってみたい。サイって恐竜よな。起きてとんでもなくでかい顔があったらそらビビるわ。かわいい。デブい。隣のカフェオレ色の子もすげえかわいい。もたもた。年寄りかな。あざとすぎる。アライグマだろ。怖すぎ。衝撃波みたいなの出てて草。途中で小休憩しとるやん。顔面ビンタするのおもろい。噛みつき引っかき反則二つで失格やね。賢い犬。パンチ早い。後ろの方で逃げてるのいて草。ポケモンみたいやな。優しい世界。映画みたいだ。野生のイルカは本当に助けてくれることもあれば面白がって沈めてくる場合もあるらしい。かわよ。イルカさんもイッヌさんも賢い。とんでもない方法で機関わらわら。人間味あっていいな。ペンちゃん、出稼ぎしてただけなのに。泣き寝入りしないの偉い。ペンギンさんもヒルドラ並みのドロドロした世界なんやね。横から入ってきたやつはなんやねん。どの世界も同じなんやな。ゾロゾロ集まってきてて草。クソ女も真男つついててウケるな。おわ。かわいそう。食材で遊ぶな。エッチだ。いやそうで草。すまんおもろいわ。あかん何回も見てまう。知能が高そうな鳥たち。巣の建築能力の高さよ。流行りのミニマリストやね。鳩、お、人間さんがまたワイラにビル建ててくれとる。申し訳程度の本能。鳩って生態系に必要なんかな。でも芸術評論家に見せたら鳩の方が評価されそうだよね。これぐらい雑でもやっていけるからどこにでもおるんかな。平和の象徴がこれか。欲張り3目。謎の魚、ババババババ。新手のよう。思ったより出てきて草。こんなに入るもんなん。袋より入るやん。なぜかいくらでも見られる謎の中毒性あるな。こっちまでいづきそう。これが漁夫の利か。こんな近くで見てたら目悪くするぞ。おじいちゃんに似てる。やだ、ワイよりすごい。もうワイをチンパンやろうって煽れないねえわら。チンパンジーって人間の7歳頃ぐらいの知能があって人間の数倍強いとかはっきり言ってワイの上位種やろ。7歳って小児やからな。そら使えるわ。もうそろそろええかみたいな顔好き。
メスは無音やのにオス鼻息荒すぎやろ。ロバのチーティーなんやろな。えらいもんでちゃんとメスの方が可愛いんやな。むせびの木も2本やね。ロッファ臭かったのかな。毎晩寝る前に泣いてる愛にそっくりや。ロバってこんなに感情豊かなんや。かわいい。アヒルイライラで臭。どう見てもガチョウやん。出てこんな。たくさんいる。最後めっちゃついてるやついて臭。笑ってるけどめちゃくちゃ怖そう。楽しそうで草。アヒルが避けるの絶妙にうまくて草。こういうのでいいんだよ、世界平和。なんか見てて楽しくなってくるわ。ケツ叩かれてるわら。くっそ楽しそうわらわら。灰色のババア毎回惜しくて草。えらいスタイルのいいアヒルやな。思ったより100倍平和だったわ。500年以上生きるサメが発見されたらしい。はい、すっごい長生き。目がクリッとしてて可愛い。ポシドニア、オセアニア、シーグラスなんて10万歳だぞ。潜水艦やんけ、魚雷撃ちそう。なんかもうここまで長いとある意味罰ゲームにしか感じられん。500年生きても食って寝る毎日。なんか知性があったら退屈すぎて発狂しそう。何考えながらそんな長生きしてるんやろ。おっさんのランニングじゃねえか。上に飛んだら面白いことになりそう。頑張れ。鳥、人間の散歩ウキウキで草。10年後おっさん空飛んでそう。これが本当のトリーニングなんちゃって。迫真の走りで草。人間が散歩させられてるやん。ウルトラセブンに出てきそう。もう食えない。ワイアン、こいつに比べたらワイってイケメンだわ。ミン買ったらよかった。口にもアワビついとるやん。逆に興奮するわ。悲しきモンスター感。ピン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 パチュンパチュン。最後爆発するんか。スターウォーズの効果音やってそう。たまに混じるマシンガン好き。これなんでも音真似できるって鳥か。この鳥のいる森で子供の名前を呼んだらあかんって言われとるやつ。昔の光線銃のおもちゃの音。やべえやつがいるから足早に去っていく鳥好き。あっぶねえな。大楽天で草。自由でいいと思う。馬って奇跡みたいな生き物やったんやな。ムチよりライオンに追わせるんやな。誰も言うこと聞かなくて草。大番狂わせやんけ。ジェングラーにはたまらんなこれ。馬馬競馬やってくれ。賢い進化の仕方やな。あ、よよいのよいわら。これくらいワイでもできるわアホ。日が沈むまで一日中これやるつもりかよ。よ、ほ、って言ってそう。いつ休むんや。この子ほんとかわよ。想像の5倍くらいでかかった。熱心やん。これ10メートルあるんちゃうの。言うほどやん。Y 映画でもっとでかいの見たことある。こんなもん戦場に来られても困るだろうに。何やってんねんこいつら。陽キャにもほどがある。さ、よく掴んだな。笑ってる場合じゃねえよ。わら、怪物じゃねえか。公開とかあったんかな。思ってたのより熱々で草。ザリガニってあげたらうまいの。熱した油だと分かってて飛び込んだ説もあるよな。すげえ。ハサミの中の肉も焼けてそう。熱い。アライグマなのだ。こんなのあんまりだよ。へけ。お家から強制射出されてて草。ここに至るまでに逃げれたやろに。ワイラで言うとマンション倒れたもん。かわいそす。運動神経がよくあられる。さすがです。かわいすぎるんやが。2匹でも流されるやろ。あざとすぎる。陸で寝ろよ。ラッコの着ぐるみ着ればワイもラッコと手つなげる。不思議な生き物やな。なんで仰向けで浮いてんやろ。進化の過程で浮いたろってなるの不思議。